灰干しは干物の製造工程の一つです。魚を灰でサンドイッチする製法です。灰干しの特徴は2つあります。1つは水分を抜くことによって生臭みが抜けます。2つ目は機械干しと違って風が当たらないので熟成してより美味しい干物を作ることができます。大川水産ではこだわりのある美味しい干物をたくさん取り揃えておりますので、ぜひご来店ください。